ホワイトハウス、ペンス副大統領がピョンチャンオリンピック開会式に出席するため、韓国を訪れた際、北朝鮮と会談する予定だったんですが、北朝鮮側がキャンセルし、実現しなかったことを明らかにしました。会談は北朝鮮が韓国政府を介して提案してきた、北朝鮮から提案してきたということなんですね。ワシントンポスト紙によると、会談はペンス氏が韓国にいた10日に予定されていました。しかし、ペンス氏が北朝鮮に対する制裁強化について言及したことや、 脱北者と面会したことに北朝鮮側が反発し、会談の2時間前に中止が通告されたといいます。会談では北朝鮮の金正恩委員長の妹、金ム・正党第一副部長、あとナンバー2の金ム・ヨンナム氏が出席する予定でした。アメリカ側はですね、北朝鮮がこの機会をつかまなかったことを残念に思うというふうに言っています。この幻の米朝会談、んこんなことが、あまあ,あ、言われていたというか、う組まれていたんですね。そうですよね。えー もちろん、これぐらいのことは当然あったでしょうね。ーーえー、で、これ、あの、報道ではですね。えー、あの、アメリカ側が、これ言ってるんですけど。えー、北朝鮮側が、会いたいと、いう,ふうに言ってきたと、言われてるんですよね。えーはい、ただ、まあ、だから。アメリカ側が、いや、向こうが言ってきよったんやと、それい断りやがったんやと、まあ、そういう話。ですけれど、はい、まあ、実態はどうなのか、わからないとしてもですね。あえー、まあ、この、その可能性も、もちろん。あるわけですよね。はい、で、まあ、韓国としては、交渉を始めたいけれども、結局、アメリカ。 アメリカ側としては交渉を始めるためではなく、トランプ側の強硬な姿勢を直接伝えるためにやるんだと、いうことで、はい、会うということになったことを受けて、えーはい、だったらもう会わないと北朝鮮が言ったと。あーーまあ、まあ、揺さぶりでしょうね、はい、これはね、もちろんね。えー、うんですから本当これ、オリンピックのね、風でこういうのがあるんだっていうのをう、えー 忘れないでほしいですよね、日本国民はね。ね金とか、もう皆さんね、スポーツ選手頑張っているのは、すごい立派なことでありな、喜ばしいことですけど、ね、はい、メダルを取ることは。えー、でも僕はもうこっちに気が入ってしまってね、はい、なんかオリンピック見てこう、なんか、わ、えー、ーって、なんかね、どうしてもこう慣れないところがありますよね。えー、は確かに、あの、うん、えー、オリンピックが何かこう、覆ってるっていう感じはしますよね。そうなんですよね。えー、でも現実は、だってそれまでだったら何の変わりもないと,いと、ね。そうです、そうです。ことんどですもんね。 何が始まるかということをんな水面下でぎり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 やってるわけですからね、その一端がこの会談をする市内の話なわけでね、場合によってはもうこれが終わって、はいえー、もう非常に危機が高まるわけですから、はい、米朝開戦が。 絶対ないんだよと、えー、もう言えないですからね。あえー、まあこのよくこの今回のピョンチャンオリンピックで微笑み外交とね呼ばれて、うん、まあこれはあのアメリカと韓国の分断を狙ったものだというふうに北朝鮮がですね、うん、えというふうに言われてますけれども、うん、まあこれはまさにそうなんでしょうね。まさにそうですよ。えー、そうやって日米韓をこう分断させることで、はい、え足並みを乱れさせて、でトランプ側がどうしようどうしようってやってるうちに、時間が過ぎると核開発が 進んでですね、はい、もうチェックメイト、えー、になると、北朝鮮としては。えー、それを狙ってるわけですから、はい、これはもう本当にあの、このオリンピックはもう、行行そのものですよね、北朝鮮してみたらね、うんえー、ラッキーそのものなわけで。 やっぱ、まず、それを考えてもらいたいですね。えーうん、オリンピック見るにしてもね。はい。異常っている。2013年度、労働時間等総合実態調査え。同じ人の残業時間が1週間よりも1ヶ月の方が短いなど、え<っ>異常な数値が新たに117件見つかりました。安倍総理は国会でデータを撤回するとは言っていないと答弁しましたが、データの信憑性、さらにゆだえ揺らいでいます。ま,あ、また、あの、これまで厚生労働省がないと説明していたデータの元となる調査費 厚生労働省本庁舎の地下倉庫かから見つかったということも判明しています、まあ、これ、あのー、一般労働者のこの一日の労働時間と、あと、この、ね、企業業、企画業務型の総量労働制、まあ、このアンケート、まあ、これが、例えば質問ももう違っててですね、で、最終的には、何か結果的に、この一般の人よりも、この裁量労働制の人の方が、短いというん というふうな、あの、データ。これを、ま、安倍総理が答えて、それ突っ込まれて撤回して、というようなことがありましたが、ま、今回ですね、新たに、えー、117の異常な数値を、が見つかったと。えー、これはあの、立憲民主党の長妻氏が精査したということなんですが、例えば、どういうものがあるかというと、えー、ある場所では、調査した人の1週間の残業が25時間30分だったが、1ヶ月の残業は10時間だったと。 一週間の残業が25時間あるに、どうして1ヶ月の残業が10時間なのかということですね。あと別の場所では、一日の残業が12時間45分だったのが、一週間では4時間半の人がいたと。まあ、これおかしいじゃないかということです。まあ、厚生省、厚生労働省の幹部はですね、えー、この誤った記載だとか入力ミスが考えられるとまあ説明しているわけなんですけれども、これ藤井さん、いかがこれね、えー、僕はあの、 この調査自身の僕いじったことなんでちょっと、ちょっとわからないんですけど、調査表もちょっと見てないのでわかるんですけど、あくまでも一般論で言いますけどね、いや、ここ、あの、これ全体のデータの0.7%ぐらいで異常値が見つかったということですけど、すごい普通ですね。ああ、そうですか。というか、あの、このデータがどこまで処理、洗ってたのかがちょっとわかんないんですけど、あの、普通はですね、あの、入力ミサイんが絶対 実際あるので、それを論理チェックって言ってね、あの、データ処理をこうするときに、例えば、コーディングしま、コーディングっていうのは調査用が、生の調査用があります。それをこう、誰かがこう、手でちょっとこう、点数書きます。で、それを打ち込みます。で、それ合ってるかどうかチェックします。で、どうたらこうたら処理のこう、出る、流れ作業なんで、最後に論理チェックって言って、いくつかのアルゴリズム入れて、これはこれよりも長くないといけないとか、これはこれよりも短くないといけないとか、これとこれ、確かこうならないといけないとかっていうのを、 ザーッとチェックして、異常が上がってきたやつ、もう一回調査を見てチェックすると<ー>、でそれでその最後の論理チェックで、ですねどこまでちゃんとやってたのかとか、漏れるかとか、なんかそういうことはありますし、はい。だからあの すごい普通なんですよ、ね、<ー>こういうのって。か僕のカンカンで、100万のデータとか、えー、いろんな国勢調査のデータとかね、えー、特に僕ら交通の出発時刻だとか、はい、所要時間とか足したら20時間超えとるやないか、えーえー、<laughs> 全然あって、だから論理チェックのデータの洗いが弱かったのが、えー うん、のかなとか、まあ、そうなんですよね。えー、最後これ入れたコンサルタントがそうちゃんとロミジェックスするの忘れたんやろうなとか。えー、まあそ結構あるんですよね。で、<ー>でそれがまず1個です。はい、で、まあ、これちゃんと見ないといけないんですけど、まあ、よくあるような話だと僕には感じれます。はい、でそれに加えてですね、はい、でうんこの、まあ、まず0.7%ですから、ものすごい意図的に悪くして、はい、えっと、あの労働裁量制の方が短いんだっていう結論を無理から引っ張り出してやるために、むちゃくちゃのデータ作ったんだ。というはーはー 感じにも、まあ、見えないですよね。えー、0.7%ぐらいだったら、まあ、まあ、なくもない話だし、間違いでも分かんないですよ。全然わかんない。えー、で、しかも9時間37分、9時間16分ですから、はい、これ1万1575のデータで、えー、これ20分違ってますから。はい 違うというふうに感じますよね。ちょっとわかんないです。これもあの、正式にはもう国会答弁を聞くしかもないですね。そうですね。まあ、今回はですね、安倍総理がその、えっと、紹介したデータがね、おかしいじゃないかっていうところからこう、端を発したわけですからね。そうすると、今の藤井さんのお話考えると、この、まあ、ミスのものを使ってしまったということなんですいや、ですかね。いや、ね、最終的にね、それで、ミスがあったときにどうするかって言ったら、ほとんどそれも、 消すとかね。もう、場合によっちゃ0.73これ捨てようとか、したり、あるいは元に戻って、でも、やっぱりそう書い取るとかね。あるんですよ。そういううに書いてはる。まあ、語気ってやつですね。語気って。勘違いとか、アンケート調査ってそんなもんですから、でも、それも入れて、だから、いろんなバイアスが入ってますから、それ全体が相殺して、平均値っていうのは意味がある、ロバスそうだって、眼見だうに思って、統計処理しますから。そんなにね、いや、